はい、それでは今日も社会の授業やっていきたいと思います。はい、今日は地理をやっていきたいと思います。はい、今日は教科書を、やっていくわけではなくて、アジア州の川の名前についてやっていきたいと思います。こちらが、ちょっと汚いですが、アジア州の、地図になります。赤に書かれているところが、川の名前になります。まあ、よく黄河と長江ってどっちがどっちだったっけとか、ガンデス川とインダス川ってどっちがどっちだったっけっていうふうに、分かんなくなるパターンありますが、今回使う覚え方を使ってもらえればアジア州の川完璧に覚えれますので、ぜひこの覚え方を使ってもらえればなというふうに思います。アジア州で、覚えてもらいたい川は、8個あります。黄河、長江、中川、メコン川、チャオプラヤ川、エーヤワディ川、ガンジス川、インダス川です。それぞれ番号が、この赤いところと一緒になっていますね。はい、じゃあこれの覚え方なんですが、頭文字を取って覚えてもらいたいと思います。黄河、長江、中川、メコン川、チャオプラヤ川、エーヤワディ川、ガンジス川、インダス川の頭文字を取っていくと、高調中してめちゃええ感じになります。高調中してめちゃええ感じ。はい、この覚え方使ってもらえれば北側から南、西にかけて順番に黄河、長江、中河、メコン川、チャオプラヤ川、エーヤワディ川、ガンジス川、インダス川というふうに覚えれますので、ぜひ、この、覚え方を使って、覚えてもらえればなというふうに思います。